ベッドホード公爵夫人、メアリー・ラッセルは、イギリスの非公家、鳥類学者。ラホールの英国聖公会副主教を務めた聖職者、ウォルター・ハリー・ドライブの娘メアリー・デュ・コールは、トライブとして生まれた。1881年1月31日生、ベンガル州、バラック・ポールで、ハーブランド、ラッセル教と結婚。5年後の1893年、夫が、 兄から借位を継承すると同時に、ベッドフォード公爵夫人となる。夫婦の一人息子ヘイスティングスは1888年12月21日に生まれている。メアリーが活動の中心に据えたのは、福祉、慈善活動で第一次世界大戦期、公爵家の領地のあるウォバーン及び邸宅ウォバーン、アビー敷地内に4棟の病院を建てている。 4つの病院のセンター機能を持つのは1914年に会員したアビーホスピタルであり、公爵夫人はここで1930年代になるまで看護師、放射線技師として働いた。メアリーは鳥類の収集と観察に熱心で、特に鳥の渡りに関心が深かった。1909年から1914年の間、鳥類学者、ウィリアム・イーグル・クラークと共に、 セトランド諸島の一つ、ェア島に、しばしば長期滞在して、蝶類の観察に勤しんだ。メアリーの観察に誌、し、蝶類観察者の日記は、彼女の死後の1938年に出版された。婦人社会政治連合と連帯関係にあり、女性参政権が認められないことへの抗議として、納税拒否運動を展開していた、婦人納税拒否同盟の会員であった。 1929年8月9日インドより帰還したバーナード大尉と公爵夫人メアリーが飛行に興味を持ち出したのは第一次大戦後の1918年63歳と高齢になってからである。本人は飛行機に乗ると治病の耳鳴りの症状がいくらか和らぐと言っていたが実際にはその後ほぼ完全に聴力を失ってしまった。 1929年8月2日より、メアリーは、ケント州のリム空港を出発、インドのカラチに到着して、ロンドン郊外、クロイドン空港に帰還し、8日で1万マイルを飛行して、記録更新に成功した。公爵夫人のノルフォッカーイセブンには、彼女の専属パイロット CD バーナード隊及び、整備士、ボブリトルが登場していた。メアリーは愛機を当初、 クセニア王女と名付けたが、後にそのしぶとさを称賛して、ザ・スパイダーと解消した。1930年4月8日、デハビランド DH-60 モースで、初の単独飛行を行った。1930年4月10日、メアリーは、再び、C.D. バーナード及びボブリトルと共に、アイキ・ザ・スパイダー号で、リム空港からケープタウンまで9000マイルを飛行し、それまで10日間だった。 飛行記録に対し91時間20分で到着、記録更新に成功した。1934年及び1935年、同乗パイロットの空軍少尉、R.C. プレストンと一緒にデファビランドプスモスに乗り、イギリス発でサハラ西部及びナイジェリア北部の広範囲にわたる飛行をしている。欧米出身者発の女子柔道師範、エミリー・ダイアナ・ワッツに充実の手ほどきを受ける。 公爵夫人、1905年頃1918年1月、公爵夫人は自ら設立した、ウォバーン広報支援病院における戦時看護師としての活動を評価され、ロイヤルレッドクロス第二級勲章を受けた。1928年大英帝国勲章を排除。英国聖ヨハネ騎士団勲爵士であり、インペリアルカレッジロンドン所属ロンドン輪廻協会の特別会員でもあった。 1937年3月、アメリアンやハートの遭難死の3ヶ月前、デハビランド DH-60 モスでオバーンアビーを飛び立った後、北海のグレートヤーマス沖で飛行機が墜落して死亡。一体は回収できなかった。71歳だった。ありがとうございます。